ミュール2.3から19.34で、各言語での挨拶を表示した画面ミュールは、GNU Emacs のマルティリングワルエンハンスメント、すなわち、多言語拡張である。Emacs の開発を終了してから、ミュールの開発へ移行する際に、GNU Emacs で、いつでも、どこでも、どんな言語でも扱えることを目指し、マルティリングワルとされた。ミュールの開発は終了しており、 実現された機能をより適切に表現するなら、マルティスクリプトエンハンスメント、すなわち多様技系拡張である。ミュールがテキストの操作に提供する機能は、言語固有の表記法による検索機能や文章の校閲機能はなく、各言語で使用される文字列の入力、編集、表示だからである。ミュール機能を GNUE Max に統合し、 ミュールそのものの開発は終了した。ミュールが提供した機能を GNU Emacs に限らず GNU Linux システムのソフトウェアに提供することを目指して多言語ライブラリー M17lib の開発を行っている。現在は M17lib の開発も終了している。ミュールは別々の言語で書いてあるテキストのみならず一つのバッファーに複数言語を含む 多言語テキストの処理機能を提供している。多言語テキスト表現用であるユニコードの提供する単純な機能を超えたものである。入力方法、各種様々な符号化の文字型を用いた表示、複雑な文字配置、各地の言語に対応した編集機能などに対応している。GNU Emacs の日本語処理を含む多言語拡張版である1987年に リリースされた、ニーマックスに基づいている。主要な開発は、電子総合研究所の半田健一、高橋直人、西君美紀子、戸村明の4名のグループによって始まった。ミュール本体の開発の鈍化や、GNUEMAX からのゼマックスの分岐に伴う死体などもあった。21班の GNUEMAX に、ミュールの機能は正式に統合されている。 ミュールで多言語入力を行うには、クエイルパッケージを用いることによって、ASCII キ,キーボードの入力をクエイル変換ルールに沿って対象言語の文字列に翻訳することができる。またクエイル変換ルールはユーザーが定義することで新たに対応言語を追加することが可能である。ミュール 4E32 は Windows 95 NT で動作するミュールである。宮下直により、 Win32 アプリケーションとして MUL 2.3をベースにして開発された。1997年にリリースされたバージョン1.22はファイナルメジャー、バージョンと名打たれ、以降の開発は後継ソフトウェアのメドウへと移った。なおメドウの開発及びサポートはすでに終了している。メドウの最後の正式版は2005年のバージョン2.10。 最後の評価版は2009年のバージョン3.01デーブであった。ありがとうございます。